城山は、静岡県伊豆の国市にある標高342メートルの山。聖浦山地に属する、伊豆半島ジオパークのジオサイトの一つ。城山は地下にあったマグマが冷え固まり、侵食によって地表に現れることでできる眼形と呼ばれる地形である。ふもとには、狩野川が流れ、岩肌が現れた特徴的な姿から、 周辺地域のシンボル的存在となっている。元来、城山と書いた。南北朝時代の1361年に、畠山国清は弟二人と共に、この城山の金山城、同伊豆の国市と沼津市の境界にある、発端城山の水戸城、伊豆市の城山の修禅寺城に立てこもり、鎌倉久保勢と戦い、翌年に降伏した。秋の城山頂上部は、 見張り台として使用されていたと考えられている。その後、戦国時代にも、ご北条氏が城として使用した。山中には、掘り切りや、泥塁の跡が残るが、これらがどちらの建城時に作られたものか定かではない。頂上付近の登山道に、南方向が開けた岩辺があるが、これはこれらの時期に人が削って作られた通路であると、いう。切り立った岩壁が、 ロッククライミングのスポットになっている。また、狩野川の脇から山頂まで登山道が整備されており、ハイカーの中には、城山に登頂し、葛城山を目指し、発端城山を越え、駿河湾に抜ける長距離ルートを歩く者もいる。山頂は、狭いが開けており、北から南東方向の眺めがよく、眼下に狩野川、北は富士山から南の天城山を望むことができる。 城山と桂木山を東から望む。左後方はだるま山。山頂からの眺め。天候が良ければ、左に富士山と箱根山、右に天城山が見える。基準点成果等を閲覧サービス。国土地理院。2014年7月13日閲覧。 基準点コード TR452 億3847万401ハット AB ズの定山を歩くジオテックの楽しみ。城山、カツラの山、発端タ城山伊豆新聞、2017年4月17日閲覧、指定地の伊城山伊豆半島ジオパーク出展、伊豆市観光情報、修善寺城市伊豆市、2017年4月閲覧、出展、畑山国木横戸バンク、 2017年4月、閲覧。ありがとうございます。